お菊さんだ。次郎右衛門長屋の。こんなところで名を呼ばないでください。お菊さんっておっしゃるんですか。あなた、え、こいつ今名を呼びやしたが。惚れた女ができたら言ってやんな。俺は世界で一番お前が好きだってな。こんなことぐらいしかできねえですから。兄、クソが俺らの食いぶちだよ。あいつらのクソで飯食ってんだよ。だからありがたく頂戴してくんだよ。役割があってね。いつか字を教えてもらえませんか。こんにちは。今いろいろマイク の調子が悪くて、こういう出だしになりましたけども、この映画も、作るのは本当に資金が集まらずとかいろいろトラブルに巻き込まれながら3年かけて少しずつこう短編を積み取り重ねてやっと2年前にできました。撮影が終わった時も配給会社も決まっていなくて、とりあえず公開されるんだろうかとか、どこかでお客さんに見てもらえる場合が機会があるんだろうかと、みんなで思ってたんですけども、日本国内でも公開がかなり、こうやって、韓国での公開がかなって、本当に今皆さんのお顔を拝見して、感動しております。今日最後までよろしくお願いします。多分ポン監督から鋭い質問来るかと思うんで身構えておりますが、最後までよろしくお願いします。아름다운작품으로이제이곳까지와주셔서너무감사드리고요원초적인것부터좀해결을하고저는이제진입을하고싶습니다예를들어저는뭐저도이제영화팬으로서영화를볼때예를들어뭐호라영화이제공포영화같은걸보다가예를들어뭐사지가막절단된다거나눈알이막창자가막그런되게끔찍하고무섭잖아요그럴때이제그마음의보호막을이제이렇게세우기위해서아저것은특수효과를잘했구나아되게진짜같은눈알이구나뭐이렇게그러면이제마음에방어막이생기기때문에야특수효과팀누구지뭐내가아는뭐권아무개씨아닌가뭐이렇게하면서그러면이제그약간공포감이라든가끔찍함을이겨낼수있습니다예이영화는거의첫장면부터이제응꼬가 실제응꼬로영화를찍으셨다는그런루머가있는건아닙니다만 카레라이스였습니까 어떤것을사용하셨는지일단마음에방어막을좀만들고싶습니다まあ、僕のも一部入ってますけど、僕のも一部入ってますけど、実際は2種類作りました。船に積み込んであったり、長屋のトイレから汲み取るようなうんこは、段ボール、紙とかを水につけたり、オイルを混ぜたりして、それらしく作りました。1種類は。もう一種類は、後に俳優さんが頭からうんこをかぶることになるんで、口に入っても目に入っても害のないものを作りました。まあ言えば食材を使ったり、
して、それを発酵させてで作りました。まあ、つまり食べられるうんこです。つけておくというか、最後の方は本当にあのうんこの匂いじゃないですけど、あの発酵させてるんで食べ物も実際臭かったんです。だからその作ってきた小道具さんはどんどん撮影を進むにつれてうんこのクオリティが上がっていってですね、僕らはうんこのマエストロって言ってました。어쨌든우리가화면에서본것은골판지와식용유그다음에식재료였다는사실로이제잠깐위안을삼으면서혹시물론거대한미학적어떤의도가있으셨겠지만영화에서너무나자주주인공의직업상어쩔수없이은꼬가영화에서너무나시종일관나와야하기때문에그래서흑백을택하신것인지흑백영화를하신적이있었던가요ポンチョン氏がおっしゃるようにいろんな方から聞かれます。あのうんこが出てくるからモノクロームにしたんだろうと。実際はあの順序が逆で、僕はやっぱりモノクロームのスタンダードサイズで映画をずっと作りたかったんですけど、なかなかあのそういう企画ってなんかチープに思われるのか日本では通りにくいんですよね。でずっとそのやりたかったモノクロームを今回、まあ、自主制作のような作り方ですから、誰か偉い人のなんか意見があるわけでなくて初めてモノクロームをやめました。だから、モノクロームでやることが最初 で撮影の準備中にそのうんこのマエストローがうんこを作ってるところを見学に行った時に、そのクオリティの高さでああモノクロームでよかったなって思ったっていう、そういう順序です。그화면보시면이렇게약간정사각형에가까운그런뭐 1.33 대1이라고하나요그런화면사이즈잖아요그옛날오주야스시로영화를즐겨보신분들은아마익숙할수도있을것같은데이영화가가진이제독특한시적인정치나아름다움이여러가지요소에의해서가능한것같은데그 1.33 대1의사이즈도한몫을하지않나이런생각이들었고요또말씀하신흑백화면의아름다움근데각챕터가끝날때마다네컬러샷이컬러화면이한번씩나오잖아요특히이제서장첫번째이제그서장에서흑백이쭉나오다가그오키쿠에그분홍색너무고운분홍색옷을입고세수를한되게 맑은해맑은얼굴이나오고그러다가이제두번째챕터에서는기습적으로또변소에이렇게또뭔가아름다운컬러샷이나오게됐는데또기습적으로영화전체에서유일한그컬러흥고가나오다약간감독님의직구짐을느꼈는데어쨌든이그영화가챕터별로나눠지면서생성되는이제참아름다운리듬감같은게있는데요운율같은것도느껴지고시적인느낌이있는데네그어떻게처음에그걸구상하신건지그리고마지막샷만컬러로하실생각은또어떻게그런깜찍한발상을또하시게된건지4년전에15분의단편을撮り3年前にまた15分の短編撮り、まあ、それはあのその短編を持ってパイロット版として資金を集めようとしたんですけど、まあ、叶わずで、2年前に映画界と関係のない人から出資を得て60分撮って90分としました。つまりこう1話完結の短編から始まっているんで、そのそれをつなげた短編集という形になりました。そうするとその1話完結のラストを少し際立たせるためにラストカットをカラーにしました。加えてあのこの映画の、まあ始まりがあの江戸時代を舞台にしてあの循環型経済いわゆるうんこを売り買いして、またあのうんこを買っては畑にまき野菜ができまた人の口に入りまた排出されというこのサイクルが背景にあるテーマだったんで、です。
で、前編モノクロにしちゃうと、あの過去に作られた時代劇にしか思われないなっていうこともあってカラーを挟みました。この循環型社会というのは江戸時代だけの話ではなく今の自分たちにも問われているという意味でカラーを挟むことによってちょっと、何かしら過去の物語ではないということを気づいてもらうためです。でも前編モノクロで一回見てみたんですけど、やっぱりあの昔の誰か先輩が作ったような映画にしか見えなかったんで、まあやはり最初の意図通りにしました。最初の意図通りカラーを挟むってことで、그래서그런지이게1800년대江戸時代얘기인데특히우리는뭐江戸時代라고하면저도이제세계사시간에잠깐배웠던그기억이가물가물한데그어쨌든과거1800년대시대이지만거기에있는되게요즘젊은이들같은또마음결이되게고운마음결이여린두남자와한여자의어떤결국은사랑이야기인건데요그런현대적인감수성의느낌같은것들이컬러샷들이들어가면서어떤살려준부분이있지않나말씀하신것처럼그런생각도들고근데왜애도시대일까요그되게사실되게융성했던 시대였다라고이제세계사시간에배운기억은나는데막상이제영화에나오는주요인물들은되게이렇게밑바닥의사람들이잖아요직업적으로도그렇고또그뭐였지그저기공동주택이많이나오잖아요가난한그화장실도같이쓰는그런네그래서그런애도시대의제일밑바닥에있는젊은이들이네하늘을보면서세계에대해서얘기하면서영화가끝나는데거기서오는묘한잔잔한감동같은얘기인데그애도시대네그시대를얘기를안해볼수가없을것같습니다江戸時代の、まあ、末期が舞台なんですけど、まあ、日本が鎖国から列強の圧力によって扉をこじ開けられようとしている時代、その時代に、まあ、庶民は世界が変わろうとしていることなど気づく由もなく日々同じ生活を送っていてそこにその時代の特有である西洋にはなかったうんちを買ってもらえるっていう、うんこね、うんこを買ってもらえる、言えばうんこを処理してもらうのに普通はお金払うんですけど、処理してもらうのにお金はもらえるという、この特異性は今の日本にはないし、あの時代特有のものだったんで、そこをやっぱり描きたい。うん、要するに日本に資源がなく、やっぱりあるものは全て使い果たすというこういう文化が根付いていたのが江戸時代でこの同じようなテーマで現代に持ってくると今のトイレはお尻も洗ってくれるしうんこも勝手に流れるからそういう汚いものとか臭いものを身近に感じる時代ではなくなってるんでなお一層それが際立つ江戸をあえて選びました。사실이제은꼬얘기는한초반한질문두개정도로마무리하려고했는데이영화자체성격때문인지아무리얘기를해도이은꼬의마술을벗어나지못하고있잖아요은꼬를응시하듯이처음부터보여주고있고요그건오히려이제주인공들에대한존중이아닌가싶어요주인공들그렇게살고있는사람들이잖아요손으로막그걸퍼서닿는거를주저하지않을정도의청년들이니까인물에대한존중이아닐까저는이렇게생각을했고물론비위가약하신분들은조금의어떤견뎌내는힘이필요하긴하지만그걸자체를매일자신의일로서하는생계로서나의식비를흘리지마뭐이런대사도있잖아요은꼬가흘릴때그래서어떻게보면그거는감독님의좀인물들에대한존중이아니었을까그런생각이드는데반면에옥시쿠의관점에서보면그초반에그때이미살짝마음을고백한거아니에요그이게사실사랑얘기의관점에서이제봤을때초반에그공동주택에이제슈지랑그사또와가지고이제마침내이제와가지고이제
공동주택 주민들이 막 되게 안기면서 이제 응고를 풀려고 막 하는데 뭐 기구가 딱 외치잖아요. 제 똥은 거기에 있지 않습니다. 물론 그 되게 절묘한 대사 같았어요. 그 앞에 그 누구였지 다른 어떤 아저씨가 뭐 여기 뭐 사람들이 뭐 먹는 것도 형편없고 그래서 뭐 똥이 뭐 응고가 뭐 이렇다 하면서 이제 그거에 대한 마치 대답으로 생각할 수도 있지만 제 응고는 거기 있지 않습니다. 뭐 근데 이미 그때부터 마음이 있었던 거 아닙니까? 주지에 그러니까 그래서 자신의 응고를 좋아하는 사람이 자신의 응고를 보는 건 되게 약간 부끄러운 일이잖아요. 그래서 좀 이상한 해석을 한 건가요? 제가. やっぱりあの大きくのセリフとかただあの立ち振る舞いって没落したとはいえ武家育ちなんですね。だからそういう普通の庶民的には何も聞きないことがその元武家であることのなんか恥じらいみたいなものをちょっとセリフで取り入れてそれがユーモアになったり周りの人を驚かせるっていうのは結構面白いシーケンスになるんじゃないかなと思いました。彼に対する気持ちは冒頭の雨宿りのところですでにあの紙問屋で知り合った時にもう少しほの字だったんだなっていうのをちょっと匂わせてはいるんですね。그글을쓰고이제종이이미그런것때문에만난적이있는사이고그두남자와한여자가이제비내리는변소앞에서처음만남부터이미그렇게이제세팅이되어가는그프랑스와트리포의이제줄과심이라는영화가있어요그것도이제두남자와한여자 이아름다운트라이앵글의어떤되게원조격인영화인데흑백영화고요트리포영화중에도가장손꼽히는또명작중에하나인데혹시이영화를찍으실때뭐약간스스로그게연상되시거나뭐영감을받으시거나뭔가이렇게그런적이있으셨나요그러니까 過去見た映画はどっかで吸い込まれてはいるんですか男2人女性1人ってでもあの脚本書いてるときはあの何かを、あれを参考にしようとかいうことはなくまあ自然には言うあの3人の関係だったっていうことですね。그말씀이참공감이가는게이오키쿠란캐릭터되게여지껏어디서도본적없었던캐릭터인것같습니다그특유의그생명력있는뉘앙스라든가그러면서또여자로서의또부끄러움이나수줍어하는사무라이집안가문의몰락한사무라이가문의딸로서이미상처를갖고있는어떤소심한측면이라든가그렇지만또주민들앞에서얘기할때보여주는되게딱부러지는강단같은것도있잖아요그런복합적인것들을잘표현하는데있어서또우리그배우님의또연기가참훌륭하고대단했던것같은데크로키크로키아르상이배우님은저는그이와이슌지감독님영화에서제가처음봤었는데하여튼일본에서되게맹활약하고있는분이세요그래서이오키쿠캐스팅에또고민이많이있으셨을텐데어떤まあじゃあこの機会あこのチャンスでちょっと原田を紹介して지금彼らはあの僕の作品の映画の美術監督を30年今回は美術とプロデューサーと美術でこの作品の初期は彼のポケットマネーでずっと撮ってました。で本中の監督とも仕事をしてました。저기2007년에쉐이킹도쿄라고그도쿄에서영화를찍은적이있어요옴니버스영화그것도미술을하셨더랬죠그래가지고거기뭐히키코모리가사는다하라다상이만드신거예요근데이번에제작을하셨다그래가で何で紹介したかというと黒木華さんのキャスティングは彼の提案ですとあと菅一郎君も池松壮亮君も彼の提案です、うん、どうぞどうぞ来ていただきたいなぜそこにいらっしゃるんですか上がってきてください。